7月14日水曜日の洗濯天気予報をお伝えします。西日本や東日本では急な雷雨に注意が必要です。お洗濯情報マップで見ていきましょう。新潟や札幌では洗濯物の外干し OK となっていますが、その他のエリアでは心配や NG となっているタイミングがあります。今日も大気の状態が不安定となり、特に西日本や東日本方面ほど急な雷雨となる恐れがあります。家の中で空の様子などを確認できるのであれば外干ししていても大丈夫なのですが、外出するというのであれば部屋干しの方が安心できそうです。そしてこんな雲に注目です。今日の空読み確認していきましょう。今日は広く天気急変に注意が必要となります。特に西日本や東日本、また東北の日本海側や北海道の山沿い、そして南西諸島方面は頭の上の黒い雲、遠くの黙々雲に注目です。雷雨に警戒が必要となります。晴れていても天気の急変にご注意ください。また東北の太平洋側の方でも低いグレーの雲は雨が降るサインとなりますので、空の変化にお気をつけください。今日の洗濯物の外干しは空の変化に要注意です。